もしもし、こんばんは。高野です。昨日はね、土曜日だったんですけど、ちょっとね、体調が悪くてライブ休みました。ライブというか動画ね。で、今ちょっと日曜日なんですけど、ちょっとね、金曜日の反省会をやってみたいと思います。金曜日はね雇用統計だったんですけど、まあ、ドル円ね、これ114円、113円か、これだよ。まあ、横してたんですよね。で、最後雇用統計の前に少し上がってね、上がったんだけど、数字良かったんだけど爆下げしたと。で、まあ、ここ下の重要ポイントだったんで、ここでね、まあ早めに早めにちょっとロング入れたんですよね。どうせレンジだからね、こうやって帰ってくるから、早めにちょっとね入れたんですけど、下の方行っちゃったって感じですね。9.5 ピプス下で、まあ40万円ぐらいマイナスになってますけどね。まあ、まあどうせ帰ってくるからね、こうやってね。まあいいかなと。まあ400万ぐらいプラスか。このままね、FOMC も雇用統計も終わっちゃったんでね。まあ僕的には、テーパリングとか利上げがあるから、このままね、上行っちゃうんじゃないかなって思うんですが、ただ年末はちょっと利確しないといけないんでね、利確定しないと、まあ、いけないってわけじゃないですけど、まあ、持ち続けてもいいんですけど。まあ上がっていっちゃうかもしれないね。一旦ここまで下がるかなと思ってたんですけどね。まあ上でしょうね。ちょっと上目線でドル円ね、行ってみたいと思います。月曜日ね。まあ僕ずっとね、下目線っつって、ショートが大好きだったんですけど、まあ、上目線に変えなくちゃいけないって、まあ、昔から思ってました。大体ね、お金なくなる時っていうのは上にずっと行っちゃう時ですから、上に行くんなら上目線って変えないといけないからね。これは体質の変更と一緒でですね、まあ、成人病の一種なんですよ。生活習慣から変えないといけないんでね、なかなか難しい、これがね。ビットコインも少し上がってきたね、これ。700万円回復ですね。まあ、ビットコインも永遠に上がっちゃうのかもしれないね、これ1億円とかね。まあ、一番いいのはさ、毎月一定量買うことっていうのが一番いいかもしれないね。700万回復ですもんね。で、サリアムが52万2000円ですね。ソラナ強いし、エーダはまあ228なんで弱いですね。まあ、わかんないですね。プルリー138、もうこれ強いですね。ポルケロットは6000円ですね。ドージが30円。まあドージはちょっとね、意味が違うからね。しばいね。テラが強いですね。
あとこれ、エイベックス、イリスアップ、あ、ポリゴン出てきましたね。ヒューリックスっていうのが出てきたね。急に強いですね、これね。本当にね。草間もすごい強いですね。5万4000になっちゃったね、草間。あれ？これ8000ぐらいじゃなかったっけな、これ。あと、ハーモニーですね。夏のハーモニー。夜空をエンジンコイン、たださ、そうさ、そう、あれだけ、いつまでも。サンドボックスも強いね。68万点。サンドボックスは買えって言ったもんね、僕ね。ルーピングもすごいね、これ。オーディオ。なかなか一つ一つね、見てらんないですけど。まあ、また草コイン買ってね。ガチホツルする時代が始まったかもしれないね、本当にね。なかなか今から投資っていうのはなんかなと思っちゃいますけどね。だから買ったら忘れなくちゃいけないんだよね。なんか2倍3倍になったらやったやったってすぐ、すぐね、売っちゃうんだけど。ねえ、50倍100倍になったりするからね、仮想通貨はね。だから侮れないよね。ビットコインのもこんなに上がったし、まあこんなにですね、まあ十何倍しか上がってないけどね。40、20倍ぐらいか。あとはサリアムいい。サリアムも50倍上がってるからね。50倍したらすごいよね。1万円買ったら50万だもんね。2万円買ったら100万円だもんね。やっぱり読みあるよね。まあ10万円でもね。10倍でも読みあるけど、やっぱ50倍ってなるとすごいよね。もう少しでね、もう年末なんでね。まあ、うちは、うちはっていうか、僕は家族2つあるけど、まあ、実家の母ちゃんとね、過ごすクリスマスは、2人でクリスマスケーキ1個食べるという感じになるでしょうね。あとはパーティーバレル。パーティーセットですね。あとは、お正月はまあ、小さめな、町のスーパーで買った半額の、あれですね、おせち料理ですね。そっちの方がうまいわ。アマゾンで2万も3万もする冷凍のおせち料理買うよりね。ああ、浜崎あみ、一時、意識不明だった。疲れたか、なんか、やっぱあれですね、
ワクチン打ったら意識不明になっちゃった感じですね。ワクチンですね。まあ浜崎あゆみちゃんは、まあ、43歳でまだ若いですけど、まあ、誰がねアナフィラスキーショック起こるか分かんないからね。公演中止って寂しかったね。まあ、アナフィラスキーショック、きついですね、やっぱね。どうもどうも、またね。まあ FX の方はそうだな、なんかどうかなって感じですね。まあ、ここはもっと下来てますからね、上でしょうね。と言いつつ、これ1時間した、あ、4時間したんですけど、まあ75移動平均線が120移動平均線を上から下にね、まあ、本当はもっと上からこう角度をつけてぶち抜かないといけないんだけど、まあ上から下にぶち抜いてるんで、これはデッドクロスなんでね、まあこのまま下行くという可能性もあるんよね、やっぱりね。ただまあ年末だから下に行くっていうことぐらいで、まあテーパリングもあるし利上げもあるからね、上しか考えられないんだよね、やっぱり今はね。ただまあ下行くんなら、まあ僕だったら損切りしてるのショートでいっちゃうけどね。臨機応変にさ、そんなガチ押してね、どうせ戻るって言ってるとまた全部持ってかれちゃうから、全部持ってかれないようにさ、そこそこにして、だからこんなのもね、200なんか言ってないでバカじゃないって思ってね。レンジなんだから、例えばここを20にしてさ、まあここを12ぐらいにしてね、で2ピプスはまあスプレッドだと考えて、まあ1対2だと、で1対2の損益率だと。これだったらさ、勝率が 50% 落ち込まなければ、お金はなくならないわけだからね。あとは勝率だけになってくるから、勝率だけを考えればいいだけだからね。だからここの差し値20の逆差し12でもいいと思いますよ。これまあスキャルピングだけどね、スキャルピングだけど、まあいいよね。まあただこうやって動いた時にね、ずっとガチョウで持ってやよかったじゃんってあるからね。まあその時にはもったいなかったなって気もしますけどね。はい、じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたさせていただきたいと思います。今日ね、夕方夢見てたらプロポリスがいいよっつって、喉前もらったやつ、プロポリスっつって苦いやつですけど、ミツバチのね、蜂蜜の飴なんですけどね。でコロナもプロポリスの飴舐めると治っちゃうからっつって、で早速ねアマゾンで買いましたけどね。まあ一回もらって、苦かったんですよね。うわ苦いと思ったんですけど、その飴を舐めてですね、また YouTube 頑張りたいと思います。
それではね、まあただ基本的にはガチョウがいいよねやっぱね。うん、だから118まで行くんだったらあと400ピプスガチョウ持ってたらいいんだからね、楽ですよ。前毎日さ1日5回も10回もデートでするよりはガチョウで持って400ピプス上行くのかと思えば楽ですからね。やっぱりガチョウってのは捨てがたいよね。はい、それではね、今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えしました。どうもありがとうございました。失礼します。